たまちゃんに聞きたいこと、元気になる話をお願いします。アバウトすぎるわこれ。人との付き合い方、俺みたいな人付き合いが苦手な人によう言いますなこんなこと。人付き合い、必要ありません。人付き合いなんかする必要なんかない。自分と同じ人しか来ないから、はい、もう人付き合いじゃない、ね、こんな人とお付き合いしてな、こんな人とはお付き合いしたくねえな、じゃない。目の前には自分しか来ませんから、今の自分と同じ人しか来ませんから、だから自分が人付き合い上手な人付き合いしたかったら、自分人見知りやけど、あったかい人に来てもらうと、あったかい人と友達になれるといいなって思ったら、自分があったかい人になりゃいいじゃないですかね。人の笑顔を増やすために頑張ってる人と友達になりてえなと思ったら、人の笑顔を増やすために自分が頑張りゃいいじゃないですか。同じ人しか来ませんから、私がやってるのはそういうことです。だから人付き合いの勉強なんかする必要ないです。たまちゃんに聞きたいこと、たまちゃんの話なら何でも聞きたいです。アバウトすぎる。また会えて嬉しいです。廊下に立ちながらお話を聞きます。もう誰かバレてるじゃねえか、しかも立ってねえし。ラブレターじゃねえか、やっぱり。農業の話とたまちゃんの旅館の話が聞きたいです。泊まりに行きたい、来なさい来なさい。まあ、農業の話さっきしましたけど、農業1年やってて、まあ私前々からやりたいこと、まあやりたいこと山ほどあるんですけど、その中の一つにね、まあ簡単に言えば自分の学校作れたらええなっていう夢が、夢じゃねえなこれは、別にアバウトすぎて、子供たちと関わりてえなっていう夢はずっとあります。まあもう元職ですからね、うん、で、まあ、そんなことできたらいいな、できたらいいなっつったら、その夢がコーンって降ってきましたが、中学生受け入れませんかとかいう話がやってきました。でね、グリーンツーリズムっていう言葉聞いたことありますかね。ヨーロッパが発祥なんですけど、あの農泊体験って、その農家のお家に泊まって体験学習をするんです、子どもたち、まあ一般の人もですよもちろん、そういう受け入れをしませんかみたいな話を妻が持ってきましてね、まあご縁ですわな、この俺がやりたかったことやんこれっつって、やるやるっつって、やるやるっちゅうのは簡単ですけど、やるための条件整備がいろいろありましてね、その人を止めるわけですから、消防設備を備えていかん、保健所も来てからあの許可を出しますんでね、あの配管図とか排水図とかいろんな、まあね、細けえよこの書類中のが山ほどありました。まあでもそれやりました、全部ほうでやってね、でそれが話が来たのが3月ぐらいだったんですけど、普通だいたい、まあ、あのお役所仕事であなた 2,3 ヶ月かかるんですから、そんなことやっとったらね。でもね、そのグリーンツーリズムの事務局さんがまあ動いてくれて、うちを気に入ってくれましてね、もう最初ね、私聞きに行ったんです、妻と二人で、事務局えらい近いじゃんうちとって、でうちと近いからじゃあ行ってみようかってこの格好で行ったんですよ。でこの格好で行ったら超うさんくさがられたんですよ、何が来たみたいな、こんな、え、農泊グリーンツーリズムやるの、いやいやあなた無理みたいなこと最初ね、もう言わなくても分かりますから空気で。でも途中で、まあ最初妻と話さしてね、もう私はもう分かってますから、もう離れてて、いざその話来た時についーって私が来まして、私グリーンツーリズム経験あるんですよっつって、えっつって、いやだって私元教員ですからっつって、あ、元私教育委員会の指導主事ですからっつって、してあの田舎の学校でグリーンツーリズムの事務局と一緒に仕事してましたんでっつったら、目の色変えましたね。そうなんですかっつって、そんなおかしい格好してるのにみたいな、やかましいわみたいなね、ほんだらね、その事務局が働いてくれたらね、あなた2週間でおりましたから、許可がスカスカスコーンっておりましたね、早すぎるみたいな。事務局の人もこれもう最短記録ですねとか言って、こうで最短記録ですねとか言ってる事務局が最短記録でうちの募集かけましたね。ほんだらあなた5月から入ってますから、もうすでに、だから今週もあの子供、北九州の中学生2年生ですけど7人受け入れましたよ、はい、それが火水木ですからね、まあ、で金曜日私ヘトヘトになって、もう今日1日ぐらい休まして、明日から俺京都に行かなきゃいけないのにとか言ってるのに、あなたビワ取りなさいよとか言われて、ハハハハハって取って、は田んぼを耕しなさいよ、ハハハハハ、そんなこと言ったら妻に怒られますけど、まあね、それはせなあかんわけでね、でこれ帰ったらまた来週も再来週もですからね、毎週毎週、7人来るんです子供たちが。そうするとどうなるかっつったらね、まあそれは楽しいですわ、
うん、で妻も妻が一番大変ですよ。だってね、うん、7人男7人ですよ、うん、はい、毎回炊くお米一升半ですからね、うん、一升半が一食でなくなりますから、さようならみたいな、わーおーみたいな、うち米農家でよかったみたいなね、うちの米うちの米っつってでね、はい、その頃はだってたまちゃん米食べてますから、あでね、食べたら「うまこのご飯超おいしいです」とか言って、「お前なんぼでも食って今腹はじけるまで食え」とか言って、そしたら「ありえねえありえねえおいしい」とか言ってね、まあ妻が喜んでくれてますわ。まあそんなとこですかねいやいや、なんでやねん、今拍手するとこちゃう妻には頭上がりません、はい、はっきり言いますけど、たまちゃんに質問です。毎日のルーティーンを教えてください。朝5時頃目が覚めます。いや、だってもう5時に明るいですから、はい、5時に目が覚めて、朝飯前っていう言葉知ってますか。知ってますよね、当たり前ですよね。朝飯前ってそんな簡単にちゃちゃって済ませることやと思ってるでしょ。朝飯前結構大変な仕事ですよ結構大変な仕事でした。朝飯前っていうのはね、暑い時はもう朝やらんと暑うてしょうがないんですよ。だから朝やるんですわね。朝と夕方にやるんです。暑いからだって昼間はもうね灼熱地獄ですから。うん、でまあ、日がなあなた田んぼ、耕したり草取り、まあ、草刈りしたり燃やしたり、あるいは水路を整備したり、まあやること山ほどありますわ。早い早いもう時間がもう5時みたいなね。田舎はほらあれが鳴る、チャイムが鳴るんですよ、ね、12時と5時にね音楽が鳴るんです。それでわかるんですよ。だからね、わもうお昼やみたいな、でもう5時やって、今5時でも全然明るいんで、九州はまだここよりも多分1時間ぐらい日の入り遅いんで、8時前ぐらいまで仕事できますから、はい、もう7時でも全然こっちの5時ぐらいの感覚でしょうかね。これ絶対5時 の, あのチャイムが鳴ってもまだ全然明るいじゃんこれってね、うん、まあ昨日も6時ぐらいまで仕事して、その前は8時ぐらいまで仕事して、大体そんなもんです。そんなことやってるとね、ご飯食べたら寝ます電池切れです、電池切れパタッて、まあ、そんな生活です。心がしんどくなった時のたまちゃんの対処法を教えてください。心がしんどくなった時、田んぼ行きなさい、田んぼ、ね、田んぼ行きなさい、ね、掃除とかもそうでしょうけど、無心になれるんですよね。なんかにこう作業に没頭するっていうか、作業をしてるとね、私なんか草刈りしてる時結構癒しの時間だと思いますよ。大変なんですけど、草刈りじゃない別のことをずっと考えてますんでね、こうやっていろんなことを考えて、ああみたいなね。心がしんどくなった時は休みはええやないですか、ね、なんでしんどくなったのにまだやらなあかんのですかね。こんなしんどくなってまだやってるからおかしくなるんですよ、ね、だからもうそろそろまた生き方も変わってくるんじゃないですか。これまではね、あんな我慢や我慢やとかね、あんなが努力や努力や我慢や我慢や耐えろ耐えろみたいな時代でしたけどね、まあ、そろそろ休みたかったら休みはええがなってね、ね、行き止まりやったら引き返しはええがなって、なんでそんな突き進まんでええがなって、だってそれで終わりじゃないからね、また挑戦できるんや、命ある限り挑戦できるわけですから。自分がこれ辛いなと思ったら休みはええし、ね、これは無理やなと思ったら引き返しはええし、引き返したら負け犬とか思ってるから負け犬になるわけでね、うん、負け犬なんて一匹もいませんから世の中に、うん、今のたまちゃんの憧れの人、憧れの人誰もいねえな憧れてる人いないですよ。もう世の中をそういう目で見なくなったですよね、うん、見なくなったですよ。前は憧れの人がいましたけどね、結構ね、うん、今もう自分のことで精一杯です、はい、それでいいんじゃないですか。まあ憧れの人で大好きな人なら山ほどいますけど、憧れの人っていうのはいないな。だって、世の中にたくさん人いますけど、私をやってるのは私一人しかいませんから、憧れようがない。私と同じことをやってさ、ね、はるか上を行ってる人がいるんだったらまだしも、私の人生私しかいないんですんで、
もうそれで十分かな。昔々私がまだ若い頃に、福岡雅信さんっていう人がいましてね、まあ、この人は皆さん知らないと思いますけど、自然農法のを世界中に広めた人、まあ、元祖、うん、もうね千人みたいな人ですわ、はい、NHK アーカイブスとかにも出てます。この人はもう世界中に影響を与えた人ですから、福岡雅信さんちゅうのは、ね、この人のことを若い時に知って、また変態がいるもんやなと思ってね、うん、この人の畑はもう畑じゃないですから、もうただの雑草みたいな、もうしかわからないけど、福岡さんが行くとここに何が植わってて何が植わっててっていうのがわかるってわけです。でそれを取って、まあ、あばら屋みたいなところに住んでおかゆみたいなの食べとる。そしてそこに世界中から人が集まって、うん、なんつったらいいかな、修行中か研修をするんです。はい、この人は砂漠緑化、砂漠をね緑で埋め尽くしたいっつって、自分がそれできる技術持ってるっつってみんなから笑われたんですよ。まあアホかっつって、砂漠がそんな緑化するわけねえだろうお前って夢見んなとか言ってね。でもこの人本当にしたんですよ。この人は泥団子っていうのを作るんです。いろんな種を泥で丸めて団子を作るんです。そしてそれをばらまくんです畑に。そうするとどうなるかっつったら、そこに適した植物が適した時期に 芽生えるんです。そして雑草の海みたいになってるんです。でこれをね砂漠にポポポポ投げときゃ、泥は保水力がありますから、ね、わずかな雨を溜め込んでそこで芽生えて、芽生えればこれぐらい草丈が育てばそこの下日陰ができますんで、そこに水が蓄えられて、それがちょっとちょ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 って増えてやがて緑化するみたいなね。はい、みんな世界中のみんながバカだってたんですこの人。当たり前ですよね、緑化できるわけねえだろうかね、何万年も前から砂漠になっとんのにあんた一人で無理やがなっつってね。でしかも最初は泥団子検疫の関係で持ち出せなかったんです。でそれで一回頓挫しかけたんですけど、現地の種で作りゃええやんって思いましてね。でそれで福岡さん現地に飛んで現地の種で泥団子作ってパラ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 巻いたらどうなったのかって言ったら、とんでもねえ緑になってます今。はい、そういう人も亡くなられたんですけどね。まあこの人の影響を受けてますな、間違いなく。その時はまだ農業ののの字どころか、私教員でしたんでバリバリの、はこんな人もおるもんやと思っただけでしたけどね、うん、今思えばあすごい人やったんやなって。まあ憧れの人っちゃ憧れの人か違う意味でのそんな感じかな。はい、たまチャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからもたくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。